あと、そや、せいや。せいやさん、はいはいはい。せいやにちょっと言いたいことあんね。そうなんすか。あの、ドキュメンタルに一緒に出た回、はいはいはい、あったやろ。大好き、はい。出てましたね。あの時途中で、あの、仁鶴師匠のモノマネで、僕に、久しぶりやな、最近お前、ここ10年、誰でも取れる笑い取っとるなぁ。あんなもん、口ついとったら誰でも言えるわ。っていうくだりがあって。あ、面白かったっすー。シーズン7ですね。シーズン7なのかな。うん、あの、初めて言うけど、あのドキュメンタル長いやんか。あれ言われた後、まあもちろんドキュメンタル みんな笑わせたりとか、いろいろ笑い我慢したりとかしてる中、結構ね、1時間近く、せいや、そんなこと思ってたんだ。ガラスの後だ。ガラス。ずーっと。おかげで、あの、誰が何しようが、全然割れへんから。もうそういうメンタルじゃなかったってことですね。そう。だってあれも、ただ、モノマネしてるだけで、お前の気持ちやからな。せいや、そんなこと思ってたんや。一緒に飲みに行った時、そんなこと言うてへんかったもん。ってずっと思ってたからな。初めて言うけどショックやったからな。いや面白かったっすけど、あのくらい、まあ、面白かったけどな。お話が面白いと思った方はチャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします。